高岡メッセージ。高岡さん、お二人の方の死亡が確認されました。はい、ここからちょっと今後の自衛隊の動きについて解説をしたいと思いますが、まず冒頭に黒さんからありました、死亡が確認をされたお二人の方、まだ身元は発表になっておりませんが、心からの敬意とそしてお悔やみを申し上げたいと思います。そしてさらにまだ8人の方がそれぞれの家族のもとに帰れておりません。今しばらく全力の救助を続けていただきたいと切に願って解説に移りたいと思います。で、今後の話をしたいと申し上げたのは、捜査と調査という言葉が今混同されております。で、なかなかね、自衛隊による、被害者もみんな自衛隊の方という事故になりますので、区別がなかなか難しいです。しかも普通の乗り物ではありません。防衛装備品です。で、これを誰がやるのかということをちょっとご覧いただきますが、今日そのお亡くなりになったお二人の方の司法解剖と検視、これは通常のお亡くなりの方ではないので沖縄県警察本部がやるということになってますが、その申し上げたように乗り物そのものが特殊な乗り物 でしかもそれは運用しているのは自衛隊、日本国内では自衛隊ですからということになりますと、これはもう決まっております、規則で。陸上自衛隊の中で航空事故調査委員会というのを陸上幕僚長の次の方がトップになってできまして、4ヶ月以内にとにかく報告書を出しなさいということを始めます。そして、責任があるということであれば、自衛隊の中に警務隊という、警察官に当たる方々がいますので、この方たちが権限を行使して逮捕もする可能性がありますし、もしくは家宅捜索ということを、通常の場合ならやります。で、優先されるのはこの4ヶ月、これが、それこそですね、以前佐賀県であった事故の時には野党の一部からは全部自衛隊の中じゃないかと、そんなことで客観的な調査ができるのかというふうに言われたんですが、あえて申し上げますと、急ぐ理由は誰が悪いよりも先に原因をとにかく突き止めたいんだというのが、こういうケースの場合は多いです。というのは、今同型の陸上自衛隊のヘリは40キロであるそうですが、全部緊急の、例えば救急の患者さん運ぶとかいう以外は運用停止になってます。事実上国防の一部が止まってるという状態になってるんです。これは極めて由々しき問題で、喜ぶのはよその国ばっかりと。でもう一つはね、これは残念ながらお亡くなりになった方の、そのご家族に対しての部分も出てくるんですが、過失という大変嫌な言葉ですけれども、これはね、やっぱりどうしても早く突き止められるんです。それは小術菌という、これ昭和30年代、もっと言うとその前から使われている言葉で、ちゃんと制度としてあります。で、警察官、消防士、それから自衛隊の方のように命を変えて、我々の社会のために貢献する仕事をして命を落とされた方に、やっぱり我々が国家として社会として地域としてお悔やみのお金を申し上げるというのがこの小術金なんですね。で、自衛隊もちゃんとその制度がございますが、残念ながらですね、申し上げたように危険性が高い職務の公務員はみんなこれがありますが、こういう一行がやっぱり自衛隊はあるんです。隊員の故意、今回は絶対これはありませんけども、重大な過失があった場合、その場合はこれ支払われないんですね。ですからやっぱりその先ほどの事故の原因というのはこの小術金、私はもうぜひ払って差し上げたいと思いますが、その金額もですね、これその時の過失もう故意でなかったにしても、やはり国家の財産であるヘリコプターを損害を与えたというところをどれだけ見られてしまうのかというところもありますので、大変ご家族には申し訳ない表現になりますが、過失があるかどうかというのも急がれるところなんですね。で、最後にこれ申し上げておきたいんですが、自衛隊というのは本当に命のかかる職場です。昨年1年間です、コロナ禍です、こんなに日本の人が外に出歩かなかった時でも1年間で35人の方が殉職をなさってます。で、これ他の警察とか消防のような危険な仕事に比べても何倍もお亡くなりの方多いと言われてます。去年の11月ですが、必ず内閣総理大臣が最高司令官ですから、この慰霊碑、自衛隊ができてからもうすでに2000人の方が公務中に仕事で命を落としてるんですね。で、こういうふうに国民を代表してお悔やみを申し上げるということをやってるわけです。調査の結果が急がれる、それも大事、そして一刻も早くそれぞれの家族に返していただきたい、それも大事。しかしやっぱり透明性を持って今回のことの検証をしてもらって、国民が納得のするその敬意を隊員の皆さんに払いたいと思います。
ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。